中田泰孝さんにね、俺ガールズアワードの時に、いわゆるステージでランウェイ歩く時の音楽、これを高行が中田泰孝がいいんじゃないですかって、俺泰孝さん知り合いですよって言ったら、おええやん、中田泰孝に頼もうってなって依頼したわけよ、中田泰孝に。でもちろん俺は高行とかも拓也とかもみんな他に出てくるそのランウェイ歩いてくるタレントとかも含め全員ノーギャラやったけど、さすがに中田さんはノーギャラってわけにいかへんなってなったわけよ、俺らからしたらね。で、一応中田泰孝さんに高行が振ってくれたら、あ、いいよやるよって切ったわけよ。そのまま中田さんと高行のやりとりで終わるんかなと思ったら、いわゆるマネージャーとその現場の人間みたいなのが二人来て、そこと打ち合わせしてくださいみたいな話になって。ほんじゃまあ、金額が初め250万。その250万の内訳として、作った楽曲のいわゆる版権は遊びシステムが持ちます。だから、このショーで使った以外は使わないでください。だから俺がもしこのショーで出た音楽をインスタで上げたりだとかしたら、それに対してかかるってわけよ。でもそれでももう頼んでしまってたし、高行の顔もあるし、俺もまあどんな音楽できるの楽しみでもあったから、そのまま中田泰孝さんで行きますってなって250万お支払いしますって言って、最初に100万か150万か払ったよ。手付けポーンと。で、払って、キーズに楽曲が上がってきたわけよ。それをガールズアードのスタッフとか、高行とか俺とかでみんな聞いたわけよ。もうね、はっと思った。これ作るのに何日かかったんっていうぐらい、一つも才能が感じられないクソみたいな音楽が上がってきて、これね、俺その動画上げた時に流すわ。多分みんな聞いたら爆笑すると思う。何これ。小学生がピアニカで作ったんかみたいな音楽で、ほんまに。俺でもハーモニカ吹いて作れるわ、みたいな。ほんまにひどかった。何回聞いてもひどかった。でもそれでも俺らも、ガールズアードのスタッフも、いや、もうこれで行くしか、時間もなかった。あと3日か2日しかなかった。いや、もうこれで行くしかないってなって。でもこの曲、テンポも遅いし、歩けの、ピッチをどんだけ上げても、あかんわけ。その曲のスピードだけ上げてくださいとかいろんなことを交渉しに行ったわけよ、マネージャー。そしたら、うちの中田が作った曲に文句あるんですかって返ってきた。目の前で言われてね。俺めっちゃカッチンできたけど、こいつも芝居だろうか思ったけど、もうそれでも自分の中で押し殺してね、高行、わかりました、じゃあこれで何とかしますってなった時に、高行がガールズアートと俺と高行で打ち合わせに言ってくれたのが、東君もこの曲捨てましょう。これ無理です。すいませんって俺が紹介したのにもうこんなひどい曲来て、俺もちょっとがっかりしました、俺もつって。これ、こんなのでできないっすよ。俺の考えてるファッションショーって言ってくれて。高行が言ってくれたから、俺も、ガールズアードのスタッフも拍手やんか。いや、高行が言ってくれたら俺はこの曲使いたくなかったからよかったって。でも東くん、お金いいんですか？いや、もうええよ。捨てた金やと思うわと。ただ俺は一生、遊びシステム許さんし、あの、ようわからん。アーミーや、いう社長のこともムカつくし、中田さんが作ってきた曲はひどいです。誰が聴いても弾く。ほんまに中田さんが作ったかなと疑うぐらい。いわゆるマネージャーさんが作ったかなと思う。